はい、今日はね、えー、北九州市のふるさと納税の返礼品について、えー、説明するんですけども、実は北九州市にふるさと納税しました。つい先日ね。そしたらもう速攻で届いてですね、2日ぐらいで、えー、北九州市から直送されてきました。それで何が入ってたかっていうと、このお礼状が入っていてですね、えー、人権研修入門資料、もも丸くんと考えようスペシャル。 そしてさらに人権啓発 DVD。これはちょっとまだ見てないんですけど。そして、桃丸くんとハローキティのマスコットですね。で、これがすごいのはね、なんとサンリオ公式なんですよ。サンリオコラボですよ。まがいもんじゃないですよ。それはね、さすがにふるさと納税の返礼品でパチモンはまずいので、ちゃんとこれサンリオの公式グッズです。これ多分ね、他じゃ絶対手に入らないですね。もうサンリオマニアなら、ぜひ、 ふるさと納税すべきですね。北九州市に。そして、ただその、ティちゃんかわいい、モ丸くんかわいいって言ってね、えー、届くのはこの絵本なんですけどね。まあ中身はお楽しみっていうことはあんまり詳しくは説明しないんですけど、ちょっとハイライトだけ紹介するとね、このカラスのね、お母さんが、すごくこう怖がられてるんだけども、それにはいろいろ理,理,理由があるんですよっていう、まあそういうお話だったりですね。 リスちゃんのお家があるのは怖い,い伝えがある場所で昔からみんな近寄らないしそこに住む人たちとは関わらないようにしてるんだってだからリスちゃん,リスちゃんもお,んお誕生会に呼んじゃダメだってお母さんがってこれはいろいろと示唆するところがあるのでまあもう説明しなくても分かるんですけリスちゃんはまあ要はあのブラックの人と言いたいんでしょうねはいそしてもう一つねこのリスちゃんについてねえー ワラくがいろいろ考えるんだけども、その、なんかうとうとしてるとですね、こう夢の中でね、その、リスちゃんの先祖の村に行くんですね。その時代が変わって。うわ、絵本で見たのとそっくり、仲間外れにされたみんなが集まって住んでるところがあったって書いてあったけど、ここがそうなのということで、この、いかにもブラックという感じのシーンが出てくるんですね。ただ、 まあね、この内容についてはもうぜひね、あの、皆さんね、北九州市にね、12000円寄付して見ていただきたいんですけども、この本自体は、その、つい最近作られたもので新しいけど、内容についてはね、やっぱりね、なんかどうも近世政治起源説に基づいてるようで、ちょっと考え方は古いのかなという気がします。ただやっぱり絵が可愛いですね。ええ、だからね、 ゆるキャラグランプリとかそういうのあったらぜひね、桃丸くんに投票したいですね。キャラの可愛さとこの内容の示唆する独特しさのギャップっていうのはすごくいいので、この人権研修入門資料というのは傑作だと思いますので、 多分ね、将来、もしかすると、こう、希少価値が出るかもしれないので、ぜひですね、手に入れていただければと思います。マニアの方ならね。ということで今日は、えー、北九州市の人権啓発グッズについての、えー、解説でした。